広島広域都市圏200万人の民を心を一つにするのじゃ。元なり200万一新。はっ、にゃっ、えいや。下手すぎて見とれんの。それでもわしの家臣かいの。いや、元なり様、ちょっと息抜きしてただけじゃないですか。ええか、広島広域都市圏にはけん玉の聖地があるんじゃ。立派な家臣になるためしっかり修行してくるのじゃ。やってきたのは広島広域都市圏の一つ、廿日市市。わあ、すごい。この公園の遊具、いろんなところがけん玉になってますよ。ちょっと待ってください、あの方なんだかすごいけん玉テクですよ。そんな技があるんですね。あなたは一体。はい、はい、あの、私はこの廿日市で子供たちやおじいちゃんおばあちゃんたちにけん玉を教えている砂原と言います。けん玉発祥の地と呼ばれる廿日市市、毎年市内の1年生に1人1個けん玉を配布するほどけん玉に馴染みが深いんです。今日はこんな珍しいものを持ってきました。廿日市で初めてけん玉が製造され始めた頃のものなんです。日月ボールと言います。でもちょっとここのバランスが悪かったりしますか。はい、でもこれはですね、革命的だったんです。はい、昔はこの剣と玉だけだったんですね。うん、それがお皿がついたことによって技の種類がめちゃくちゃ増えたんですね。じゃあこれが長い年月を経て今のけん玉の形になったんですね。はい。そして今年は廿日市でけん玉を製造し始めて100周年という記念の年、さまざまな企画があるようですよ。こんにちは。今年はけん玉発祥100周年ということで楽しい企画が満載です。ペイントコンクールや川柳大会、そしてけん玉にまつわります企画展などさまざまなことを用意しております。私もちょっと川柳応募してみようかな。広島市からお知らせです。ジアウトレット広島にある V ベースでは各地の特産品や観光情報などを紹介しています。広島広域都市圏ポイントも毎日発行しているのでぜひお立ち寄りください。淵上よ、川柳はできたかの。これでできました。けん玉に夕日重なり、さあ帰ろ。おお、しっかり学んできたようじゃの。え、何も文句出せないでしょ、口出せないでしょ。そういうことにしとこうかの。200万一新。おお。ザ・広島ブランド認定特産品の中からご覧の商品を抽選で3名の方にプレゼントします。番組ホームページからご応募ください。次回は謎多き焼き物、幻のエバ焼きの巻。